じゃあいいですかね。はい、じゃあぼちぼち、じゃああの小話程度で、そのさっきあのベニちゃんが言った、細菌とウイルス、あのね、細菌とウイルスのまあ違いって、その医学的に言ったら全然その別物なんですけど、めっちゃ分かりやすく言うと、顕微鏡で見えるのが細菌、もう見えないのがウイルス。ウイルスってものすごくちっちゃいの。もうね、生命の基本要件を満たしてないの、ウイルスって。うん、ものすごくシンプルな作り。うん、まあね、あの専門的な話するとめっちゃ分かりにくいんで、めちゃくちゃ簡単にざっくり言うと、まあ遺伝子だけ持ってるみたいな感じ。うん、でその遺伝子を例えば人とかあの動物の細胞にくっついてコピーしてもらうの、それがウイルス。うん、細菌っていうのはもうそれ自体が生命体なの、動いてんの。まあ分かりやすく言えばあのアメーバとかゾウリムシみたいなイメージして、大きさ全然違うけど、そんな感じ。だから顕微鏡で見えるの。だから、ちょうどね、野口英世あたりがもうあの細菌とウイルスの境目。うん、うん、だからあの古典医学、その頃はウイルスっていう存在は予言されてたけど、誰も見た人がいなかったわけよね。見える顕微鏡がないから、ウイルスが自分たちの人類の、目に見えるようになったのは電子顕微鏡が発明されてからだから。さすがに電子顕微鏡レベルになると見える、ということは、もうちょっと進めば、そのこう自分で増えていくウイルスを対峙する方法も見えるってこと？わかんない、わかんない。それなんでわかんないかっていうと、ウイルスって非常に作りがシンプルなんで、ただ単に自分の遺伝子をコピーしてもらうっていうシステムなんで、あまりにシンプルすぎてコピーミスがすごく多いの。うん、あ、もっと言えばわざとコピーミスするように設計されてる。だから変異した。だから簡単に変異する。変異するから、退治できない。でも逆に変化 しまくってるから生存できる。つまりその中のいくつかが、厳しい条件を乗り越える力を獲得する。そういう生存戦略なの。自分単体では生きていけないけど、いろんなコピーミスをしていろんな種類を作り出して、他のやつはほぼ全滅するんやけど、何種類かだけが次の時代に生き残れる。でこれがまたコピーミスをして、この中の一つが生き残るっていう戦略を取ってるの。それで何十億年も生きてんの、ウイルス。人間一緒なの、ね、人間も、いろんなカードを手の内に持って、そのカードで生きながらえてきた、でもそのカードを作ってる一つにウイルスの協力がある。で、普通に考えたらウイルスってなんか人類にとってすごく脅威だと思う、ね、やっつけなきゃいけないって、ね、人類はウイルスのせいで滅びるかもしれないって思ってる人いっぱいいるんだけど、よく考えてみて、ウイルスって単体で生き延びることはできないの。ということは当然ウイルスは共存共栄を図ってるの、だから人類を絶滅させる力をもともとウイルスは持ってないの。今までね、もう38億年生命が誕生して、人類が生まれる前からウイルスってあるんだから、ね、このウイルスは38億年の歴史の中で一度も生命を絶滅させてない。共存、俺らのこの人生の時間だけを取って、例えば去年と今年を取って切り取って、新型コロナウイルスが登場して大変なことになったって、ね、どうしてくれるんやみたいな、ね、人類こんなにパニックに陥れてって、この短い時間では思うかもしれないけど、これがこうそのずっと先にどんな意味があるのかっていうのは分かんない。そしてウイルスが善か悪かすら分かってない。ただコピーミスが多いんで、ワクチンの製造は追いつかない、全く違うアプローチで攻めていかない限り
追いつかないし、ウイルスを絶滅させたらひょっとしたら人類という種も絶滅を迎えるかもしれない。分かんないね、それが全く分かんない、ね、でワクチンっていうのはもともとそのウイルスじゃなくて細菌の時代に生まれてるの、うん、もともとは。ということはどういうことかって言ったら、ワクチンって基本的にウイルスに対応できないの。対応できないの。もともとそのウイルスに効くワクチンっていうのがないの。天然痘とかポリオとかハシカとか日本脳炎とかそういう細菌が原因になってるのはワクチンは有効なんやけど、ウイルスに対抗するワクチンはない。今世界が、うん、ワクチンを開発してるけど、こんなこと言うとどうかと思うけど開発できないの、できないの。しかももっと言えばこんな1年でワクチン開発できないの。前の SARS とか MERS とかでもまだワクチン完成してないよ、10年経ってるのに。だからそこには何らかの意図が隠されてるんじゃないかって思う人たちがいる、うん、ね。でもそれはいろんな考え方があっていいと思う、うん、いろんな考え方があってもいい。それは、人間には善の部分もあり悪の部分もあるんだからね。それはいろんな人がおったっていいね。例えばその今マスクしてない人に、なんであなたマスクしてないんですかみたいな、マスクしてくださいよみたいな ねウレタンマスクじゃダメじゃないですかみたいな人がいる。でもそれも良かれと思って言ってる人もおるのよね、ね、うん、みんなを危険から守ろうと思って言ってる人もいるしね、どん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 世の中の人と人とね、分けていこう分けていこう仲違いさせていこうって裏で思ってる人もいるし、それは分かんないんだよね、うん、ワクチンにしたってそうよ ね。これで人類を救いたいって、このパニックから人類を救いたいと思って一生懸命開発してる開発者だって山ほどいる、うん、でも中にひょっとしたらバースコントロールが目的でそのワクチンを使おうっていう人たちがいるのかもしれない。それは分かんないんだよね、うん。どこから行きましょうかね。その風邪ってもともと細菌によって生み出される症状ではない。風邪ってウイルスなのね。その風邪の代表的なウイルスがコロナウイルスっていうウイルス。風邪の原因菌じゃないよね、原因ウイルスなの。だから風邪薬ってないの。あのね、菌に効く薬はあるの、だけどウイルスに効く薬ないの。なぜならたくさんの変異種を生み出すから、短い間で、うん、だからそのインフルエンザのワクチンだっていろんな型があるでしょ。でその型が合わないと効かないでしょ、うん、それぐらい変わるの。だから風邪薬っていうのはない。あのじゃああの何、病院とかでもらったり薬局で売ってる風邪薬って何っていうと、風邪っていろんな症状を引き起こすのね。頭が痛いとか鼻水が出るとかね、ここら辺のほっぺたが痛いとかなんかだる重いみたいな、その症状を和らげる薬なの。治す薬じゃないの。だから風邪薬飲んだからっつって風邪が治るんじゃないのね。風邪薬を飲もうが飲まなかろうがね、インフルエンザの薬を飲もうが飲まなかろうが治る時期は変わらない、変わらない。だから医者は飲まない、飲んでも飲まなくても同じなんだから、うん、でタマちゃんはそれを実験した、自分で。飲まなかったらどうなるんやろって。だってそれまで疑いもしなかったから、風邪ひいたらパブロンって思ってるからね、早めのパブロンって思ってるから早めに飲んだがな。でも飲んでも特にその飲んだからすぐ治るとかじゃないのよね、うん、ちった楽になったかなぐらいの感じで、でも何日か風邪が続く。で、その風邪が問題なんじゃなくて、ちょっと話が前後するけど、今すごく問題なのは風邪をひいてるにもかかわらず休めないっていうのが問題なの。っていうのがなんでかって言ったら、風邪をひいた時に一番やらないといけないのは寝ることなの。寝ることなの。卵酒
飲んで寝ろ、あの食べることでも仕事することでも何でもなくただ寝ることなの、ただ寝ること、うん、そうすると体はどういう反応を起こすかっていうと、体ってすごいのよ、うん、俺らの体の中に、まあ、例えばたまちゃんだったら広し防衛軍っていうのがいるの中にね、まあ強ピーだったら強し防衛軍みたいなのね、でベニちゃんの中には玉金がそれ、まあ、防衛されてない残念みたいな感じなんやけどその兵種だね、 そうこの防衛軍がものすごい働きをするのよ、すごい働きをするので、その防衛軍にも、まあ、例えばその前線でダダ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 ダってマシンガン撃ったりね、手榴弾投げたりしてあの敵をやっつけるやつらもいればね、あそこに敵がいるぞあそこに行けとかね、うん、敵は今こんな作戦で攻め込もうとしてるぞってお前たち頑張れみたいな指令を出す連中もいるのね、司令官クラスとかね、それからもっと偉い人クラスとか、ちゃんと軍隊と同じなの、同じね、みんな兵隊じゃないの、ちゃんと組織立ってる、それがちゃんと敵を攻撃するから自分たちは病気にかかって死ぬっていうことがないわけね。まあ話が前後しますけど、その何て言ったらいいんかな、自分防衛軍、自分防衛軍って、基本的に自分を守ってくれるんやけど、その軍隊って士気ってわかるかね、やる気、うん、お前敵が来たらやったるぞみたいな、ね、一つ残らず全滅じゃんって。でもさっきのバルチック艦隊みたいにもうなんか息も絶え絶えヘロヘロみたいなのもおるのね。そのヘロヘロになるかやる気に満ち溢れるかを決めるのは食べ物なんです。食べ物、あ、二つある、食べ物と体温なんです。体温で、この体温が低すぎるのが問題なの、今問題なの。ね、哺乳類で35度とかいう体温はもうね滅びるの。35度とかありえないの、哺乳類で。36度もないの。哺乳類ってみんな37度以上なんです。鳥とかは38度39度だからね、だから鶏肉とか食べれるのよ生で、うん、死んでるからみんな菌が生きていけないの。38度39度以上になるとウイルスが生きていけないの。ウイルスって風邪の時にそのぐらい熱出すと体の中で戦ってるってこと？そう39度以上は細菌もウイルスも生き延びれないの、熱で死ぬの。だからつって42度以上出すと俺らも死ぬの俺らも死ぬ。だから体温計って41度までしか測れないのね、42度とかになったら、42度になるとタンパク質が固まるの。あの生卵がゆで卵になる温度42度以上なんです。それをタンパク質の変性っていうんやけど、42度以上になったら死ぬの、ね、だからそういう危ない時はその高熱剤って言って熱を下げる薬を打ちますけど、基本的に何か病気になって熱が出る、ね、熱が出ると苦しいじゃん、辛いじゃん、だから解熱剤を飲むじゃん。やっちゃいけないことなのね。あれはどういうことが体の中で起こってるかっていうと、熱を上げて戦ってんの。熱が上がると中の防衛軍のやる気がアップすんの。ね。まあ中の防衛軍が燃え上がるの。燃え上がれみたいな感じで。でやる気になるの。なのにそこで解熱剤飲んだらやる気がみたいになるのね。そしたらあなたはその細菌ウイルスやりたい放題やん。ね、今防衛軍なんか弱体化してるぞ、今のうちに暴れたれみたいなことになるでしょ、うん、でもなんで飲まなきゃいけないの、仕事休めないから、ね、熱あったまま仕事したら辛いからだから飲むわけでしょ。それが積もり積もるとどうなるかっていうと癌になるんです。なぜ日本人のね2人に1人が癌で死ぬ時代になったのかって言ったら、休まないからなんです。簡単に言えば風邪ひいて休んでないからがんになるのよ。なんでかって言ったらがん細胞もなんと39度で死滅するんです。死滅するの。だから
とんでもない話をしますけど、がんの、特効薬、特効療法っていうのがあって、それ何かっていうと温めることです。温熱療法って言います、はい、これ今、世界中の医療機関で研究が進んでいます。温めればがんの細胞が活動できなくなる、死滅する、ウイルスとかと一緒だから熱を出すんです。じゃあインフルエンザって何？インフルエンザの特徴なんだっけ？39度以上の高熱が特徴でしょ。なんで？え、みんなを攻撃するために来てるの？違うでしょ。みんなをウイルスやがん細胞から守るためにインフルエンザウイルスっていうのがあるんですよ。なのにその活動を抑える薬を飲んだりね、あるいはもうなんか頑張って仕事に行ったりとかね、体を休ませて防衛軍の機能を高めるということをしないとおかしくなっていくんですよ。39度になった時にみんな解熱剤飲むのよ、辛いから、うん、でもそれは問題の先送りなんです。それが先送りして先送りして先送りして、やがてとんでもない結末を迎える。だからタマちゃんは解熱剤も風邪薬も飲みません、インフルエンザウイルスワクチンも打たない。なぜかって言ったらインフルエンザは敵ではないから。定期的に高熱を出すようにできてるんです、人間の体って。だから風邪をひかないっていうのを自慢する人がいるんですけど、風邪ひかないと危ないんです。定期的に風邪をひかないと健康ではないの。健康な人は定期的に風邪をひくようになってんの。ということは風邪をひいたことがないって自慢してる人たちはもうすでにやばいの。やばいんです。大概季節の変わり目に風邪をひくようにできてるの、人間の体っていうのは。季節の変わり目に風邪をひかない人は危ない。そしてその風邪がせっかく中のウイルスや細菌やがん細胞をやっつけてスッとしたいのにね、熱を下げたりすると台無し。だから食べずに寝る。で、汗かく。そうすると風邪が抜けていくんです。で、たまちゃんはそれを結構若い頃からずっとやってるんですね、うん、そうするとどうなるかって言ったら風邪は1日で抜けます。その代わり1日目39度ぐらいになります。ドーンって39度ぐらいになってフラフラになる、ね、お風呂に入ったらお風呂も寒いんですよ。もうあの熱い45度ぐらいのお風呂に入ってももう寒くて寒くてゴワーって震えるんですけど、お風呂に浸かって、そのまま寝ると抜ける。次の時もう汗だくになって起きることになるんですけど、汗だくになったらめっちゃすっきりします。定期的に風邪をひかないと、いろんななんかこう良くないものが蓄積して溜まって溜まって、ある日とんでもないことになる。だからこれからあなたたちは風邪ひかないとかいう自慢をしないようにね、うん、それはあなたはもうなんか人生の片道切符まっしぐらみたいな感じだから、風邪は定期的にひいてくださいね、はい、だからインフルエンザかからないといけない。いや、もっと言えばコロナウイルスにもかからないといけないんです。あのインフルエンザウイルスとかコロナウイルスは友達なんですよ。いや、友達、もっと言えば私たちを救う仲間なんですよ。じゃあワクチンやればいいじゃん。何ワクチン、え、入ってるんでしょ。何がワクチンにコロナウイルスとか入ってないよ。入ってないよ、入ってないよ、入ってない、入ってない。それは、うん、あの最初のワクチンの考え方、もう今そういう、そういう、なんていうのかな、作り方はもうされてないの、今ワクチンは。違うの。例えば天然痘を打つじゃん、なんか牛かなんかに、だからなんかあのその血を抜き出してブーンって遠心分離器かなんかでブーンって回転すると、透明な部分ができる、これ血清っていうんやけど、それを打つとまあ弱い病気になる。でもそれが治ると抗体ができて免疫ができるっていうのは、それ古い考え方なんです。今もうそういう作り方じゃないの、実は違うの、うん、じゃあどうやってできてんの。それは教えない、それはちょっと調べて、それ調べて、それを調べてそれは調べて、で、だから今
そのコロナウイルスにかからないようにしようってね、コロナウイルスにかからないようになったらどうなったのかっつったら、インフルエンザの患者が激減したんですよね。それどころか全ての感染症の、人数がめちゃくちゃ減ったんですよね。それどういうこと？それやばいんですよ。とてもやばいんです、それね。だからまあ考えようによってはね、それを陰謀だっていう人もいる。それはいろんな考え方があっていいけど、私たちは定期的に病気になる必要があるんです。病気ってなんか敵のような気がするけど、全然そんなことはない、体温を上げないと全ての土台が脆くなる。そしてもう35度台っていう体温の人たちはすでにもう生命の危機です。危ない。普通の生活してたら、普通の、まあ、脇の下で測る、脇の下って体温よりもちょっと低いんですよ。だから実際の体温よりも低い、温度になるんですけど、脇の下で36度5分ぐらいあったら体内の体温は37度以上です。だから普通の哺乳類と同じ体温になります。普通35度とかもう免疫のほとんど働かない。だからがん細胞増え放題です。でもそのがん細胞も実は悪ではない、別にね、悪ではない、なんでその体温を上げることをまず第一に考えないといけない。その体温を上げるために一番簡単にやれることが米と味噌なんです。さっきも言ったけどね、もう持って一番言えば味噌なんです。たまチャンネルをご覧の皆さん、いつも応援していただき本当にありがとうございます。これからもたくさんの笑いと学びと感動をお届けしていきますので、気に入っていただけたらいいねとチャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。